アントワーヌ・ガラン・アントワーヌ・ガランは、フランスの東洋学者。千を人よ物語を翻訳し、初めてヨーロッパに紹介した。ガランは、1646年パリ近郊のロロで、生まれた。家族については、よくわかっていない。幼い頃から、ギリシャ語、ラテン語を学び、15歳で、パリに出て、高等教育機関、コレージュ・レプレシスへ入学、その後コレージュ・ドロワイアルで、 ヘブライ語やアラビア語も学び、王立図書館の東洋書語写本の目録作成に携わる。この作業を通じてペルシア語、オスマン語などにも親しむようになった。1670年、在イスタンブールのフランス大使となった、ノアンテル公爵の随員として初めて中東に足を踏み入れる。5年にわたる駐在中に、オスマン語、アラビア語、ペルシア語を本格的に学ぶ傍ら、 写本や古墙の収集に勤しむ。1679年に外交施設に任命されたギラーク伯爵に同行。1688年までの滞在中は、前回同様写本や古墙の収集にあたる。帰国後、コレイジュドロワイヤルのシリア語教授バルテレミデルブロの大著、東方全書、ビブリオテックオリエントレイの編集を引き継ぎ、 東方文化の西洋への紹介に尽力した。なおこの東方全書は西欧世界初のイスラーム百科辞典と言えるもので、その増補版がイスラーム百科辞典へとつながっている。1690年代末にガランはアラビア語の古写本に記された物語をフランス語に翻訳した。後にシンドバード公開記として世界中に広まった物語である。薬した頃、 この物語が、アルフライラは、ライラと題する長大な物語の一部であることを聞きつけたガランは、出版を保留し写本を探し始め、1701年に3巻本の、アルフライラはライラの写本を入手した。なお、この本は15世紀頃、シリアで成立したものと考えられており、まとまった形のものとしては、現存最古の、千代人よ物語の写本である。 ガランはこの写本を翻訳し、1704年から1706年にかけて全7巻を出版した。ガランはこの写本は不完全で続きがあるはずだと探している間に、書店主はガランが訳した別の物語と別人がオスマン語の写本から訳した物語を一つにして、1709年に大8巻として出版してしまう。1709年、ガランは アレッポ出身のマロン波響とハンナディアープからいくつかの千代ヒとヨ物語とは関係ないと思われるアラブの話を聞く。それにガランは手を加え際話したものを千代ヒとヨ物語の第9から12巻として出版した。その中には千代ヒとヨ物語の中でも有名作であるアラジニやアリババを含んでいるありがとうございます。